ウィークリーフォーキャスト、週間天気をお伝えします。では予報センターに聞いていきましょう。予報センター永井さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日以降はやはり台風18号の動向が気になるところですね。そうですね、今日から3連休という方は多いかと思うんですけれども、はい、連休の後半台風に影響されてしまいそうです。ということで台風の現在の位置と予想進路を確認しておきます、はい、現在大型で強い勢力東シナ海にありまして、北東にゆっくり進んでおります。この後ですね、この強い勢力を保った状態で東に進んでいきまして、明日の午前中に強い勢力もしくは非常に強い勢力で九州にかなり接近上陸の恐れとなっております。でその後明日17日日曜日の日中、九州や中国四国エリア、そして明日の午後、まあ、夜になりますと近畿エリアに接近、連休最終日18日の月曜日は東日本北日本を駆け抜けていくような形になりそうです、はい、18日連休最終日の午前中に、まあ、秋田青森の、沖合のあたりに予想されておりますけれども、こちらで風速25メートル以上の暴風域をまだ伴った状態、強い勢力を保っている見込みとなっているんですね。ですので、連休の後半、まあ、連休の中日は西日本を中心として、明日の日曜日の夜からあさって連休最終日にかけて東日本方面、最終日は北日本方面と荒れたお天気になっていきそうです。さあその後なんですけれども、気圧配置で確認していきます、はい、連休最終日18日月曜日、北日本方面へと進みます。西日本は台風が離れましてお天気回復に向かっていく見込みです。台風一過、日差しも戻ってきそうですね、うん、そして連休明け19日火曜日、北海道ではまだ近くに台風もしくは低気圧が残った状態でして、はい、強い風が続いてしまいそうです。そしてですね、20日の水曜日になりますと台風低気圧は離れていく見込みなんですが、北海道や東北など北日本方面、今度は上空に寒気を伴った低気圧が近づいてきそうです。21日の木曜日にかけて通過していきます。上空に寒気が流れ込むということで局地的な強い雨や雷雨に注意が必要です。はい、同じく21日木曜日、お天気が回復していた西日本東日本に前線が伸びてきます。低気圧を伴った状態、だんだん東に進んでいきます。活発な雨雲は主に海上を進んでいく見込みとなっておりますが、22日金曜日以降、西日本東日本の太平洋側のエリアに雨雲が広がることも考えられます。お天気はすっきりしないものとなっていきそうですね。ということでアイコンを確認していきます、はい、まずは連休中あさって18日の月曜日にかけて台風の影響で雨風が強まります。特に強くなりそうな荒れそうなエリアに関しましては大雨嵐アイコンをつけております。19日火曜日になりますと西日本を中心としてお天気回復となりますが、北日本方面、北海道についてはまだ強い風が残ります。そして続いて20日水曜日、21日木曜日と今度は上空に寒気を伴う低気圧が通過していく影響で局地的な強い雨や雷雨に注意が必要です。同じ頃、今度は前線の影響で西日本を中心として、西日本方面からお天気下り坂となっていきそうです、はい、今のところ雨雲の進むのが海上を中心ということで雨のアイコンまだついていないんですけれども、うん、西日本東日本太平洋側では雨雲が広がったり、まあ、強い雨などの恐れというのもあるかと思われますので、最新の情報も確認するようにしてください、はい、気温を見ていきます。台風が去った後、数字を見ますとちょっと暑さが復活しそうな、西日本方面だと30度近くまで上がる日が多くなっていきそうですね。そうですね、はい、ですが台風が去った後乾いた空気が入ってきますので、はい、まあ、比較的カラッとした暑さになっていくかなということが予想されます。
もう今日のようなひんやり肌寒い体感というのは一時的なもので、はい、またちょっとですね、暑さが戻ってきそうですけれども、まあ、秋らしい陽気になっていきそうです。過ごしやすいってことですかね。そうですね、はい。まあ、その分朝晩と日中とで体感の変化大きくなるかもしれませんね。わかりました。それでは永井さん、ありがとうございました。週間天気確認していきました。明日は台風18号の影響で強い雨風に注意が必要となりそうですね。最新情報しっかりとご確認ください。以上、ウィークリーフォーキャストでした。